はい、皆さんこんにちは。本日は、前橋大御所店にやってきましたと。で、本日はね、マーヤファミリー劇団ウィズ幸せ太鼓公演、ずっと前から知っていたということで、物語的にはね、ちょっとね、巫女さん的な太夫さんがいて、その人に、見込まれたね、なんか霊力の強いような女性が生まれ、その女性の、成長とマルチバースを見ることができる。霊力とか、その霊とか、そういうのを見るだけでなく、さらに上の能力として、マルチバースを見ることができるというね、そういう特殊能力を持ってるっていう女性の設定の物語なんだけど、まあまあ、まあ物語はね、まあそんな感じの、ちょっとしたラブストーリーになってるんだけど、今回のこの公演はね、まあその演劇だけでなく、このね、幸せ太鼓っていうね、和太鼓のグループが後ろでとにかくどんどこどんどこ叩いてるのがね、迫力があり、さらにこのハングドラムですよね。このバトトゥルム・ガンフレウグさん、モンゴルで唯一の和太鼓奏者とかっていう人なんですけど、この人のハングドラムがものすごいんですよ。なんだろうな、この、この映像よりこの変な盾みたいな、金属の盾みたいな、このね、なんだろう、横から見るとね、どら焼きみたいな感じ。亀の甲羅みたいな感じの楽器なんだけど、これね、いろんなとこ叩くといろんないいよ、ちゃんと音が出るんですよ。だから、これをね、叩くの幻想的でね、いや、これはね、すごい、まさにもう、プロの演奏ですよね。しかも、なんだろう、見たことない楽器だし、音は綺麗だし、なんか面白かったですね。とにかく音が豪華ですね。和太鼓とこのハングドラムの両方のね、まあ、とにかく音が贅沢で、まあさあさあ音楽構成劇と言っただけはあってね、いや素晴らしかったです。なんだろうな、まあまあ物語はね、こうまあむしろシンプルで分かりやすい形のちょっとパラレルワールドを意識した、そんな話になってるんだけど、いや和太鼓とねこのハングドラムのね音による演出はね素晴らしいですね。もう贅沢な本当に。いやこれ多分これ一回公演でしょう。うわもったいないっていうくらいだけど、まあまあこのねハングドラム奏者の方が。まあね、モンゴルなので帰らなきゃならないわけだから、そんなに贅沢に何度もやれないんだろうけど、そういった意味でもすごいよな。まあ楽器的にものすごい贅沢な演劇でしたと。こういうの。で、まあまあね、マーヤファミリー劇団っていうのは、ほら、マーヤの家の多分劇団ですよね。いや、なかなか精力的にこういう創作活動してるので、目が離せないマーヤの家ですよね。ちょっとね、ハングドラムすごかったなぁ。いや、だから、まあまあまあ、なんかね、まあ、もしもなんかこういうの呼べる力がある人なら、呼んでみてはいかがでしょうか。バトトゥルム・ガンフレウグ、またすごいアートとの出会いでした。では皆さん、お疲れ様です。また、ではまた。